はい。ということで、えー、今日なんですけども、えー、競輪の予想やっていきますね。はい、えー、G2 ですね、えサマーナイトフェスティバル、えわ、ー、き木平競輪場でやってますね。はい、これのね、えー、明日決勝戦になりますんで、決勝戦の予想の方をね、していきたいと思います。はい、12レースです。で、うんと、その前に、えー、今現在ですね、こちらです。はい、ティップスターって言って、えーと、これは、えー、ミクシー、 とか、あの、モンストとかいうね、あのー、スマホのアプリ、ゲームのアプリがあると思うんですけども、まあ、そこの会社がね、あのー、開発、開発した、あの、競輪のアプリです。で、これが、えー、リアルに投票もできますし、えー、仮想投票といって、あのー、えー、 ティップマネーっていうのがそのリアルに投票できて、うんで、そのティップマネーで当たったお金を換金することができるんですけども、その他に、もう一つ、あのね、えっと、まあ、もう一つなんか仮想通貨みたいなのがあるんですよ。で、まあもし、もしね、ちょっと今回は、えー運試し、運試しにこの仮想通貨の方法で遊ぼうとかね、 これ結構毎日毎日やってると結構ね、2万3万ってすぐね、すぐ貯まるんで、あの、この仮想通貨で遊ぶのもよし。で、まあリアルにね、リアルに、このティップマネーっていうのにね、えまあチャージしたりな、いろいろしてね、あのリアルでかけるのもよし。で、えこのティップスターっていう、えこれもアプリなんです。あのサイトじゃなくてこれアプリなんで、えスマホ、今のところはスマホだけしか対応してないみたいなんですけども、スマホの、 ね、えー、スマートフォンに、えー、とアプリを、えー、落としてもらって、えー、それで、えーまあ、遊ぶと、まあ。そんなアプリなんですけども、えー、このアプリ、えーとえー、誰でもね、誰でもね、まあえー、インストールすることはできるんですけども、ただね、その登録ができないんですよね。登録はね、あのね、 今、今、現在、登録してる方から、招待コードっていうのをもらわないと、あのー、そこ、そこに登録ができないんですよね。で、これ、登録自体はもちろん無料なんですけども、うん。招待コードっていうのを、あの、今持ってる人から、あのー、渡さないとね、渡さないと。あのー、で、教えてもらわないと、えー、っと、その登録ができないんで、で、私、持ってます。 ね、私持ってて、それ、その、招待行動にも限りがあるんですよね、えーの。枠があって、限りがあって、私全然枠余ってるんで、あの、もしね、もし、えー、明日、この決勝戦ね、えー、今ちょっと近月でお金がないっていう方は、今ね、登録していただくと、漏れなく軍資金3000円、プラス、プラス、これ本人確認って言って、免許書とかで、本人確認の、 登録ってあるんですよね。それを登録しても、まあ、これ別にしなくてもいいんですけども、それを登録してもらうと、さらにプラスアルファで、あの、ガチャでね、あの、ティップマネっていうね、あのー、まあ、あの、リアルに投票できる、まあ、えー、この、この、ティップスター内のアプリ内のお金がもらえるんで、まあ、それで投票して、もし適中すれば、あの、現金に変えることは全然できるんでね、これね、もう、すぐに本当に3000、プラスアルファもらえるんで、ぜひね、 え、まだ、ティップスターの方をまだね、あの、やってない方はね、えー、私の概要、あのー、動画の概要欄にね、その招待コードをの,の URL 載せておきますんで、ぜひね、そちらの方からね、えー、登録して、えー、ね、いただければと思いますということで。はい、えー、じゃあね、えー、まあちょっと宣伝はこの、このぐらいにして、ちょっとね、えー、予想の方をね、やっていきたいと思います。はい。 はい、えー、っと、はい、決勝戦ですね。はい、1番、佐藤慎太郎選手、2番が郡司康平選手、3番松浦雄二選手、4番岩津祐介選手、5番が稲川翔選手、6番内藤秀久選手、7番新田雄大選手、8番吉澤淳平選手、9番が清水博人選手です。はい、で、並びがこのですね、 えー、7番、1番。はい。えー、新田雄大選手、佐藤慎太郎選手の、えー、地元のコンビですね。福島コンビ。はい。2番、6番。えー、郡司公平選手、6番の内藤秀久選手の、えー、難関ですね。えー、神奈川両者かなうん。はい。で、5番と8番。えー、稲川翔選手と8番の吉田淳平選手は、これ短期の競争です。はい。3番、9番、4番。 ええー、まあえー、注目されたこの、えー、中国のね、並びなんですけども、えー、松浦選手前ですね、えー、3番松浦優利選手に、えー、9番清水博人選手と、えー、と4番岩津祐介選手となっております。はい。で、えー、今回、まあ、私はあの、この決勝のみのね、予想になってしまったんですけども、えー うーんとね、まあちょっとどうかなーっていう部分があって、なんでちょっとね、あの初日からちょっと予想を出すのはちょっと控えていたんですね。まあ出そうかと思ってたんですけども、まあ、ちょっと見てみようと思って、2日間ちょっと見てみて、うーん、まあやっぱり一人ね、今回のま注目選手、うーん、まあもちろんね、あのー、えー、前回の G1 でーすね、高松の宮記念背景、はい、輪か あれ優勝したね。脇本選手、しっかり、ね、新田雄大選手って、このナショナルチーム組がね、ここ、今回もまた出てくれるっていうことで、本当にね、本当に注目される、まあ、ね、レースっていうのはまあ、ね、白熱したレースが多かったんですけど、まあね、脇本選手、この決勝のメンバーに脇本選手がいないって、あの、オールランダーのね、平原選手もいない、うん、っていう感じで、ね、だけどまあ、メンバー的にはね、うん、まあまあ、 ま、結構。やっぱり G2 開催ね。まあ、G2 開催っていうのは僕何度も言いますけども、G1 ともう全然変わらないですかね。まあ、変わると言えばもう、あのー、賞金ぐらいじゃないですかね。<laughs> あとは G2 開催って、まあ、あとは共同通信社会ですかあとこのサマーナイトと、あとウィーナーズカップですかね、今のは。今はその3つですよね。うん。G2 開催。 まあ、あと、特殊なもんはあの、ヤンググランプリは G2 ですけど、うん、まあ、あれは抜かしといて、うん、ええ、この G2 開催って、あ本当 G1 と本当に変わんないですね。変わるの賞金ぐらいかなと、うん、いう感じで、もうメンバー的には本当 G1 って言っても過言ではないんで、うん、まあ、つってもちょっと、このサマーナイトはちょっとやっぱりね、今は3日戦になりましたけどね、で、ポイント ポイントでしたっけ勝ち上がりが。あ、違う、えー。ポイントから変わったんですね。すいません。<laughs> えっと、2着までが準決勝でしたっけうん。どうでしたっけでね、初戦の、あ初日はね。うん。で、なんですけど、昔はこれ2日制でしたからね。うん、2日制で、えー、っと、えー、2日制で自動番組でしたっけ 昔はね、確かそうだったような気がしたな。で、一着のみしか決勝に上がれなかったような気がします、確か。う <laughs> んまあ、それからちょっとね、えー、変わって3日制になって、っていう形で勝ち上がりになったっていう。で、えー、まあ、そんな感じのレ、アンサマーナイトなんですけども、まあ、まあ、多少やっぱりね、普段、で、えー、G1 にこのレベルに、 このレベルの選手だと、ね、G1 にね、あの、いつも G1 を渡り歩い,てる歩いてるような選手だと、やっぱりね、このほ、あの G1 ですともう全部昼間開催、あ,あれが、経2世的がナイターになったんか。けども、やっぱり、ナイターの開催って結構やっぱり不慣れな部分っていうのが多いのかなっていう印象がありますよね。うん。ですけども、まあ、あの、今日、今回ね、こう決勝に乗った選手っていうのは、まあ、 まあ、あのー、お馴染みのメンバーっていう形ですよね。まあ、ほぼほぼみんなそうですよね。うん、ビッグの決勝初めてっていう人いないですよね、これね、多分ね。まあ、稲川選手も G1 取ったし、内藤選手も多分 G1、G2 ぐらいの決勝ぐらいは行ってると思うんですよね。で吉田選手も G1 の決勝は行ってますしね。あとはみんなね、うん、うん、タイトルみんな取っ てててる人ばっっっかか言わず選選手手ももタイトル取ってまますすしねね、うん、軍事うん、うん、ですから、まあちょっとお馴染みのメンバーという形で、ですけども、やっぱり脇本選手がね、破れてしまったりとか、うん、まあそういったことがあるのがね、やっぱりこのナイター開催の、まあ一つの、まあなんかね、まあ、えー、若干その昼間の開催と違うところなんかなっていう部分はあるんですけども、うん うーんとね、まあ、まあ、あれやこれやって言ってますけども、ええー、と、とりあえず、ごめんなさいね、ここまで来ちゃって、こっからね、ええー、と、一応、うーんと、ええー、まあ、まあ、今回ちょっと注目されたこの中国らいいんですよね。これが、ええー、と、えー、松浦選手が前ということで、うーん、松浦選手が前イコール、やっぱり松浦選手が行くんじゃないですかね。ね。 しっかり考えられないでしょ。他、あらけどなーって、地元っていうところで、この新田雄大選手がもしかしたらね、行っちゃう可能性。ね、うん。ねえ。 うん、だから、この切符よく松浦選手がね、あのー、ガンガンこの命地掛けでね、先行する、うーん、先行すればそれに行った選手も、ね、無理はしないで、このね、まくりに構えるとは思うんですけど、果たして、えー、松浦選手がそういった掛け方をするかって言ったらそうでもないのかなと。ね、うん。 うーん、どうなんすかね。<laughs> どうなんだろう。けどやっぱりね、変に早めに行っちゃうと、やっぱり結局ね、えー、と、軍事公平選手だったりね、あとはまあまあ、吉沢選手もいますし、で、まあもちろんこの、新田雄大選手もいるんで、ね、変に合わされちゃうんで、まあ変に早く行っちゃったらね、やっぱ、まあ、後ろの、 清水選手がね、こう、自力を持ってるから二段掛けっていう、ね、形を、ん、を考えてるって、まあ、まあ、それが、まあ、そう作戦とか濃厚なのかと思うんですけども、わかんないですかね、どうだかね。うん。ね、まあ、こう、まあ、まあ、こう先行行った場合に、まあ、このあたりに短期税だ。うーん。ね、まあ、田舎商戦者ってのはこのあたり取っておきたいですよね。うーん。 うん。で、吉沢淳平選手。うん。で、ここか、まあ、ここが、えー、軍事公平選手ね。うん。で、まあ、だけど、うーん。言っ雄大選手ね、後方に置かれちゃうとどうかっていう部分もあるんですよね。前だったら後方に置かれても、ぐーってね、行く、あれの、あのね、この踏み出しの第一歩のスピードっていうか、あれがね、 <laughs> 驚異的なまくりっていうのがね、あったんですけども、うん、ここ最近あんまりそれがなくてね、日田雄大選手。うん、それがないですよね。だって、今日の準決勝だと結局前の、えー、高橋信也選手だっけ、今日は。ええー、そうですよね。あれのおかげでね、勝てたようなもんなんで、うーん。うーん、ちょっと、まあね、日田雄大選手だけど、やっぱ地元のね、 地元のねえ、いわゆる期待記念のビッグのレースなんで、まあそれにかける思いっていうのは十分あると思うんですよね。だそう考えると、あの、えー、新田雄大選手の魂っていうのも全然考えられるんですよ。いわゆる佐藤慎太郎選手にとってもらいたいっていうね。うん。 全然それも考えられるんで、うん、だそうなると、まあ、ニッタ選手かましんでこう行ってしまうと、その後ろにこの松田ー選手なんかが来たりとかね。うん、で、えー、早めに先まくり打って、まあ、ね、その二段掛けるじゃないけど、最後の直線で、 ええー、また、ええー、いわゆる二段掛けですよね。ええー、ちょと誰だ清水宏太選手が、ええー、追い込んでくるみたいなね。うん。あるし、まあ、ここに軍事公平選手が入るかどうか、だかうん、と思うんですけども、で、もう一人注目っていうのはこの軍事公平選手なんですね。あのー、今日、特に今日のレース素晴らしかったですよね。あの、逃げ勝ってるんですから。軍事公平選手が。逃げ勝ってるんですから。 いや、相当調子いいですよね。やばいですよね。いや、すごいなと思って。松浦、まあ、あや、えー、っと、な、えー、内藤秀久選手の、やっぱり、牽制っていうのも相当効いてはいると思うんですけども、それでも松浦雄二選手がね、三着に、三着、ま、あなんとか三着に残ったっていう感じのレースだったんで、<laughs> で。 あの、軍事公平選手が逃げてるんだよ。逃げてるのに、結局まくれなかったっていうレースでしたよね。うん。うん、まあ、もちろん内藤選手の牽制ってのは相当うまいもんがあったんで、あったんで、えっ、ー、と、軍事公平選手が残ったっていう部分はあると思うんですけど、それでもやっぱり相当かかりが良かったんじゃないかなって、見て思いますよね。だから、うーん。 まあまあ、軍事後平戦手の選考はないにして、今回決勝ちょっとないんじゃないかなと思うんですけど、どっちかって言えばね、もうまくりに構える、うん、状態になるんかと思うんですけども、あの調子だと別に後方に置かれようが、ね、この後方に置かれようが、多分いけんじゃないのかなと、うん、感じで思いますよね。うん、だから、ね、うん、けどやっぱり、 けど、やっぱりね、この中国で今、強力っすよ、394ね。これがね、松浦選手がかけて、えー、ね、清水選手、博人選手のバーンって発信っていうのは、これは魅力的ですよね、本当に魅。魅力的なんだよな魅力的なんだよなと思うんですけど、思うんですけどね、うん。思うんですけど、やっぱり、やっぱり、ね、岩木平らき、 岩木平競輪場ってんですよね。これね。うん。ね。で、準決勝。で、準決勝、えー、ね、後輩。後輩がお、お、もう、後輩を前に託して、ね。後輩の頑張りに応えて、ワン、ツーを決めた。ね。えー、ね。えー、そんな人、いろんな人の分までね。いろんな人の分を背負って、決勝に上がってきたこの二人ですよね。うん。この二人。うん。 この二人でいいんじゃないですか <laughs> もうね、うん。まあもう本当にベタな感じですけど、うん、福島勢でいいのかなと。ね。だからそこを中心に行っていいんじゃないかなと思うという感じで、うん、もう福島勢中心に僕は、今回行きたいと思いますということで、まずははい。まあもう単純に17の折り返しですね。の折り返しからの、はい、えー、と、 二ぃ、えぇ、ー、二ぃ、どうしようかなうん二にえ二、ー、五、八、九ですかね。はい。一七折り返し、二五八、九。まあ、あ短期税をちょっと絡めてね。うん。で、二五八、九と。うん。まあ、うん。 これはね、うん、日田雄大選手がもう、まくりにかま、まくりに回った場合ですね。まくりに回った場合だと、まあ、あのー、松原雄選手が先行って考えると、まあ、もちろん松原雄選手はね、あの、後ろをかたせるために早めに仕掛けて、まあ、いわゆる死に掛けっていうんですかまあ、そういったものをやるんじゃないのかと、自分が残る競争をやるん、やんない。ね、じゃなきゃ、松原雄選手、まま、わざわざ前回らないですよね。うん、と思うんで。 まあそう考えると松田優選手はこれなくしていいんじゃないかなと僕は思いますね。なんで、外していいと思います。で、17折り返しの2589ですね。で、あと、えー、っと、まあ、ええー、まあ、単純にこう、単純じゃないけども、えー、新田雄大選手がかましていった場合、かましていった場合は、やっぱり佐藤慎太郎選手、ね、の、えー、佐藤慎太郎選手が対頭していくる。で、1、 折り返しの、えー、やっぱり、えー、好調な2。1、2の折り返しですね。1、2折り返しの、えー、と、えー、5、5、6、8、9ですね。はい、1、2折り返し、5、6、8、9と。はい。うん。あとは、もうね、 うん。あとは先ほども言ったように、ここっすね。軍事公平選手が相当いいと。うん。で、ナイトヒデヒセ、ヒセ選手も、うん、まあ、全然気ついていけると。まあ、あの、仮に軍事選手がマークリに回ったとしても、ついていけるんではないのかなというところでもか、ここの折り返しです。2、6の折り返し。はい。で、はい、えー、1えー、と、1 1579、1579でいきましょう。はい。はい。えー、まあ、いつものこの24点で、えー、私の方は、えー、いきたいと思います。17折り返し、2589。12折り返し、5689。26、はい、折り返し、158、1579ですね。はい。はい。こちらの方で、えー、決戦の予想は行きたいと思います。ということで。はい。えーとね、まあ、本当にね、ほんと、 あの、前の動画であげたんですけども、ここ最近ね、あの、ま、グレードレースはまあそうでもないですけど、やっぱりね、うん、他のね、え特にこの A 級戦、チャレンジ戦っていうのがね、やっぱちょっとね、変なレースが多いんで、まあね、ちょっとあればね、あれば、改めてほしい、うん、と思います。 うん。まあ、その動画もね、あのー、概要欄に貼っとくんで、もしよかったら見ていただいて、うん。何があったか、この間っていうのはね、えー、なんですけども。まあ、それをね、まあ、それを忘れてね、えー、今回、ね、やっぱりね、トップレベルのレースなんでね、あのー、楽しみたいと思います。明日僕、一日休みなんでね、えー あのー、サマーエイトフェスティバルね。あのー、ちょっとし楽しんでいきたいかなと思います。ということで。はい。で、もう、もう一回最後に言いますけども、ティップスターですね、ティップスター。はい。あのー、軍資金ない方、3000プラスアルファもらえるんで、もう確実にこれもらえるんで。 ぜひね、ぜひ、えー、私の概要欄の方に招待コードっていうのを、あ、招待のね、URL 貼っときますんで、そちらの方から飛んでいただいてね、ぜひね、えー、こちらの方登録していただければ、すぐにでもね、明日すぐにね、あのー、競輪の方、軍資金できるんで、えぇ、ー、ぜひよかったらそちらの方もよろしくお願いします。ということで、えー、今回の動画、以上になります。